ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回はパチンコガンツ覚醒スイート2000を完全攻略していきましょう。2024年4月に OK から導入された129の ST 継続率約 76% の一種二種 ST タイプです。ボーダーが 17.1、 へそ昇級は1玉。通常回転速度はベースや展開によっても異なりますが、だいたい1時間平均約220回転から250回転前後、時速は約190回転前後です。電サポ中はプラマイゼロ調整でマイナス 0.3 前後、アタッカーのオーバー率は1割前後です。保留消化は入賞類消化のため、通常時当たり損になったらヘッドためストップで対応。大当たり中の離席タイミングは保留がない状態であればいつでも可能です。本機のカスタムは8種類から選択でき、おすすめは業音殺気告知&ボタンブルブルモードです。アタッカーは10玉昇級10カウントの1種類、ラウンド数は3ラウンド10ラウンドの2種類です。ひねりの効力が薄いため固定打ちの10カウントピタ止めで対応しましょう。打ちっぱなしでラストラウンドのみ6カウント入賞後打ち出しストップで対応しましょう。また2000発ボーナスの区間は打ちっぱなしで消化しましょう。電サポは ST50 回転、ST140 回転の2種類、電柱は1回砲1パターンの2種類です。サポ中はポケットで抽選しており、2000発ボーナスの1000発後にベロを使用し1分の1で抽選を行います。ST50 回転は保留を4個維持するように 2,3 発打ちで対応。 ST140 回転は消化速度が速いため打ちっぱなしで消化しましょう。また残保留は無抽選のため貯めなくて大丈夫です。本機は右の振り分けで回転数リセットの C 字タンを搭載しております。出玉はありません。一応知識として覚えておきましょう。換金率、貸し玉、等価でのフル稼働ライン例が介入 100% で 19.5、介入 0% で 23.0 で打ち切れます。増減率の良し悪しは打ち出し玉、釘の状態によって変わってきており、主にボーダーを下げる肝が出玉になります。期待値を2万円以上と仮定し、通常回転1600回転、単価 12.5 円以上を目指して行動していきましょう。現実的な数字としては 0% 前後を目安に行動していきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。